島津義久とは何者か、最強の引きこもり、その独自の強みに迫る。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は島津義久について紹介していこうと思います。戦国から幕末期の長期にわたって島津の地を治め、日本史を語る上では必要不可欠な家系の一つでもある島津家。鬼島津の異名を誇る猛将島津義弘や、漫画ドリフターズによって妖怪首置いてけの通称で親しまれるようになった島津豊久、あるいは幕末期に薩摩を治めた名君島津斉彬などが有名ですが、実はそんな島津家の繁栄になくてはならなかった存在がもう一人存在することをご存知でしょうか。その人こそが島津義久、鬼島津の島津義弘の兄であり、現在の歴史好きには最強の引きこもりとして親しまれる人物です。今回はそんな最強の引きこもりである義久が一体どういった形で島津家に貢献してきたのかをじっくりと紹介していこうと思います。そもそも島津家ってどんな家？上記の丸十字の家紋を掲げて戦国の世を戦った島津家は果たしてどんな家だったのか、義久の偉業を紹介する前にまずはこの部分を明確に説明しておく必要があるでしょう。戦国時代、とりわけ義久の時代の島津家を一言で表すならバリバリの武闘派集団です。島津の軒口のエピソードなどを調べれば分かる通り、戦国時代当時の島津家の戦力は誇張なしで戦国トップクラスでした。というのも当時の島津家は鬼島津の義弘という戦国最強レベルの猛将と薩摩隼人と称される、これまた戦国最強レベルにパワフルで士気の高い兵士たちを有していたのです。しかも決して脳筋の集団というわけではなく、釣りのぶせという作戦を見事に扱い敵を撹乱して壊滅させる頭脳派集団という側面も。鬼島津の義弘が参戦した朝鮮出兵では、この釣りのぶせによってわずか7000人の兵で20万人の敵軍を撃退し、参戦時の第一国を帳消しにする戦果を挙げています。まさに知勇兼備とも言うべき武闘派集団が当時の島津家だったのです。しかしここまでご覧の方はもうお気づきかもしれません。あれ、島津義弘の名前は出てきてるのに義久の方の名前は出てきてなくないと。とはいえそれもそのはず、何せ義久が本当に活躍した場所は戦場ではないのですから。しかし戦場での活躍が少ないというかほぼないからと侮るなかれ、島津義久の功績がなければ間違いなく島津家の長い繁栄はなかった。彼はそう言えるほどの島津家にとっての重要なファクターなのです。それではいよいよ当の島津義久について解説していきましょう。島津義久とは、まずはアカデミックな部分を簡単に。島津義久は戦国時代に薩摩、大隅、日向の守護職を務めた島津氏の16代目当主だった人物です。弟には鬼島津の島津義弘、安産の神様として有名な島津利久、ネット上では戦国最強の釣り師という通称で親しまれる島津家久がおり、いろいろな意味で規格外の兄弟の中でいまいち武将としてパッとしない義久はたびたび弟たちと比較され、家臣から若干舐められていたというエピソードが残っています。しかし島津氏の隆盛を決定的にした祖父島津忠義からは三州の総大将たる在徳自ら備わり、
つまり大将としての器が将来備わっていると激称されていました。そしてそんな祖父の言葉の正しさを示すように家督を継いだ義久は兄弟たちと共に大活躍。的確な指揮と弟たちの尽力で大隅、薩摩、日向の三州統一を成し遂げると、今度は九州の中でも一大勢力だった大友氏と対決してこれにも勝利。さらに肥前の熊と呼ばれた九州の雄龍蔵寺高信とも対決し、これも撃破するなど、九州といえば島津家といったところまで島津家の勢力を拡大させていきました。この破竹の勢いは秀吉が九州征伐に乗り出すことで止まってしまうのですが、実は義久の活躍はここでは終わりません。というより義久が活躍するのはここからです。それではこれ以降に起こる義久の本当の活躍を見ていきましょう。ラスボス秀吉との衝突を避ける神がかりの政治力の持ち主。九州征伐の頃の秀吉はいわゆるラスボスモード、あるいは老害モードと呼ばれる晩年期に近づいていっている状態。島津家が秀吉に降伏することには家内でも反対意見が頻発していたため、秀吉からしても島津家は降伏したといってもぶっちゃけ早々に潰しておきたい家だったことでしょう。形式上は降伏したといっても、戦国最強レベルの軍が自分の寝首をいつでもかける位置にいるのですから、秀吉の立場なら普通に怖すぎます。そのため秀吉は島津家に対して数多くの無理難題を要求することにしました。少しでも難癖をつけて島津の戦力を削いでおきたい。明らかにそんな思惑が透けて見える振る舞いです。しかしここで活躍したのは猛将である義弘でも軍略家である家久でもなく、いまいち戦場ではパッとしない総大将の義久。義久は秀吉からの無理難題を時には弟たちの武力を見せつけ、時には九州の最南端という地理的な不利をあげつらってのらりくらりとかわし続けたのです。そんなのらくら交渉術造語の結果、秀吉は大隅と日向を取り上げるまでしか島津の戦力を弱体化できませんでした。武力でも軍略でも神頼みでもなく、義久は政治交渉という自身だけの武器を使って立派に島津家を豊臣政権から守り抜いたのです。そしてそんな義久の有能ぶりは関ヶ原の戦い以後も続きます。行けたら行くわも立派な戦術、最強の引きこもりの面目役女。島津の軒口のエピソードでも有名な通り、関ヶ原の戦いでは成り行き8割ですが西軍として参戦した島津家。三成との不仲によって関ヶ原ではほぼかかし状態だった島津家ですが、家康からすると戦国最強レベルのやべえ武力を持った敵軍でもありました。皆さんが家康の立場ならこの島津家をどうするでしょうか。筆者が家康の立場ならまず間違いなく取り潰しにすると思います。普通に怖すぎますからね。しかしここで活躍するのはやはり政治力の鬼島津義久。彼自身が関ヶ原本戦に参加していないことを逆手に取った義久は、西軍に味方したのは弟の義弘の軍だけで島津家自体は中立でしたよと家康にアピールを開始。これだけ見るとじゃあ義弘を殺すわとなってしまいそうですが、当の義弘は関ヶ原で殺し合った東軍の武将井伊直政と男の友情を結んで独自に家康と和睦することに成功。結果として家康も島津家を潰す糸口を見つけられず、交渉によって決着を試みることになります。しかし義久の交渉力はここでは終わりませんでした。家康、義久君、こうはしたいからちょっと上洛してくれる？義久、すみません、ちょっと風邪ひいちゃって。家康、
よしひさくん、風邪治った？なら、そろそろ。よしひさ、すみません。今、ちょっとお金なくて。家康、よしひさくん、お金貯まった？なら、そろそろ。よしひさ、すみません。江戸に行く道の修繕中なんで。家康、よしひさくん、道の修繕終わった？なら、そろそろ。よしひさ、すみません。今、準備中なんで。嘘のようですが、これ全部実際に義久と家康が行ったやり取りです。どんだけ上洛したくないんだという意味で、引きこもりというあだ名を現代で頂戴することになるほどの交渉術がこれです。しかもその内容自体もぶっちゃけバレバレの嘘。しかしバレバレだからこそ通じる裏の意図というものもあります。行間を読むというやつですね。ともかく2年にもわたって続いたこの茶番劇のような交渉は、家康が大幅に譲歩する形で終結。結果的に島津家は薩摩一帯の本領安堵を約束されることとなったのです。そういう意味ではやはり幕末期にまで及んだ島津家の隆盛は義久の活躍によって守られたと言ってもいいでしょう。そして島津家が本領安堵を受け、時代が徐々に太平の世に向かっていく中で、義久は病によって静かにこの世を去りました。享年は79歳。人間50年とされた戦国の世ではかなりの長寿だったと言えるでしょう。そして彼が守った薩摩の繁栄は幕末期に至るまでの100年以上にわたって続いていくこととなるのです。まとめ、最強にして最高のかっこいい引きこもり。武勇でもなければ軍略でもない、政治力という地味ながら現実的な武器を使って立派に国と家を守り抜いた総大将島津義久。武勇に優れた義弘がクローズアップされやすい戦国期の島津家ですが、そんな義弘が何不自由なく戦場で武勇を震えていたのも、実は義久の政治力があってこそだったのかもしれません。実際に義弘も義久様の弟でよかったという言葉を残しています。猛将や天才軍師が数多く存在し、現在では盛んに創作も行われている戦国時代。そんな時代の中で功績そのものが若干地味なのは否めませんが、調べていくと面白エピソードや心温まる人格者エピソードが目白押しの人物こそが島津義久という最強の引きこもりなのです。皆さんもぜひ義弘や豊久だけでなく、島津義久についても調べてみてほしいと思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。